こんにちは、さくです。本日はですね、ちょっとね、変わったことをしようと思いまして、今ですね、すごく俺、テンションが低いんですよ。で、なぜかっていうと、単純にね、疲労から来てるものなんだけど疲労から来てるものなんだけど、明らかにやっぱいつもの動画とね、テンションが違うと思うんですよね。なんで、このテンションをやっぱ上げないといけないんですよ。ずっとこの状態だとね、自分自身もしんどいんで、あげてもらう方法なんですけど、今回エナナンにあげてもらうかなと思います。で、今これエナナンとね、かなでちゃんとまふゆちゃん話してますけど、ちょっと見てみましょうかね。見て、うん、このぬいぐるみかわいい。どれどれ、どのぬいぐるみ見して。エナナン、エナナン、手めっちゃ綺麗。待って、手めっちゃ綺麗なんだけど、それちょっと待って、その手ちょうだい。でね、テンション上げてもらう方法なんですけど、MV 鑑賞の方を今回知っていこうかなと思います。要するにエナナンに踊ってもらうって感じですね。で、今回踊ってもらう曲がですね、今回こちら、ヴィラン踊ってもらうかなと思います。ヴィランなんですけど、もう一人ね、選ばないといけないんですよね。踊ってくれる人、まあ、そのお相手なんですけど、こちらの方でいきたいと思います。はい、ここで表示されないのか、まだこちらですよって言ったし、あ、出ましたね。いや、かわいい俺のもう一人の推しであるかなでちゃんですね。この方もめちゃめちゃ大好きなんで、俺、まあ、エナナンほどのスピードではないんですけど、いや、待って、ちょっと待って、待って、ちょっと待って、音量上げたい。いや、かなでちゃんかわいい、待って、いいじゃん。いや、このね、かなでちゃん、あ、もうやばい、ちょっと待って、もうすでに俺元気になったんですけど、皆さん、俺もうすでに元気になりました、すいません。うわ、もうかっこいい、かっこいいな、マジ。かなでちゃんのその動きかっこいい。あ、でもエナナンのくのパンチで指さしてくるくる回して、おうって感じで、かっこいいいいよ。いや、もうドアップ、エナナンのその振り向きやばいですね。なんかもうえげつない、何その、なんか何バリア張ってるみたいな。あー、素晴らしい踊りですね。うまいな、やっぱ本当に。なんかさ、エナナンの目のチークがなんかちょっと濃いように感じるんだけど、なんか大丈夫かな大丈夫かなって何の心配なのか分かんないけど、いいよ。いや、これまふゆちゃんとみずきちゃんがね、普通踊ってくれるんだけど、あ、出ました俺前に最初にさ、ヴィランやった時にさ、あの踊りのことガム捨てるポーズって言ってたからね、俺ガム捨てる時のポーズ、あんなあんな感じで捨てるよねみたいなこと言ってたよね。近いって、めちゃめちゃいいな。いや、この近さ最高だよね、本当に。アングルどういう気持ちなんこれ、本当に踊ってる方々めちゃめちゃ口折れてえねえじゃん。あー、かわいい、やばい、待って、やばい、今のやばい、待って、やばい、今のとこ1位かもしんない。あ、今の動きやばい。あ、待って、やばいやばい、素晴らしいですね、皆さん。いや、もう素晴らしいです、エナナン、もう最高すぎん、ガチでね。え、いや、もう最高すぎる。で、意外とね、かなでちゃんやっぱり笑顔ね、見せてくんないのもいいですね、やっぱり。で、このまま、近いよ、めちゃめちゃ、あ、待って近すぎるって、エナナン。いや、その距離はやばいです、ブロッコリーですよ、そのヴィラン、ヴィランで、最後あれですよ、ヴィランの最後のね、あー、出ました、ガム捨てるポーズ、最後がやばいんです、皆さん、いきますよ。